グントラム近万公もしくは領地持ちのグントラムは、ブライスガウのウェアルザス博。アルザス貴族のエティション家の一族であり、資料上で遡れる最古のハプスブルク家の祖であると考えられている。エティション家は、オーバーライン地方の両岸において、強力な勢力を誇っていた貴族である。グントラムはその傍系のフーゴ三世の子であり、エヴァーハルト四世とフーゴ四世の弟であり、 アルザスとブライスがウニ領地を持っていた。その領域としては、一時期は、ボージュ山脈からカイザーシュトゥル、シュバルツバルトまで至っていた。こうした、グントラムの所領の大部分は、ドイツ王によって与えられたものだった。しかし952年8月、グントラムは、アウクスブルクで行われた、帝国議会で、裏切りの罪で起訴され、皇帝夫を一斉に領土を取り上げられた。 しかし、グントラムは、アルザス、ブライスガウ、アーレガワ地方などを保持し、失った領土も孫たちによって、多くが取り戻された。その一人ラートボと、もしくはその子ベルナー一世が、ハプスブルク家の海祖とみなされている。11世紀に編纂された、ムーリ修道院の時代に創建の記録によれば、ガントラムネス・ディーベスという人物が、ハプスブルク家の祖となっている。 多くの歴史家はこれを認め、上述した、グントラムと同一視しているが、グントラム及び、初期のハプスブルク家については、不明な点が多い。グントラムには、息子ランツェリンがいた。その息子、すなわちグントラムの孫に、ハビヒツブルク城を築いた、クレットガウハク、ラートボトがいる。ありがとうございます。